こんにちは、ダイスです。今回はジブリみたいな景色が見られるところに遊びに行こうと思います。そんなところを行こうと思ってたんだけど、ここすごいよね。ね、すごいね自然豊かなところですね。田んぼで。ねえ、田んぼで。水路でしょ、これ。そう、これあれです、農業用水路です。今ね、時期だから席入れてるよね。すごいね。おー楽しい。なんで暑くなるとなんか 水辺に来るとさ、涼しい感じがするんだろうねなんでかないいいとこだね。ちょっとジブリ感わかるもんねえ、わかるわかる。お、全然ここなんじゃないっていう。ここじゃないんだよね。あのトトロ感って思ってるけど違うんだよね。まだもっと奥なんだよね頭に見えた。これ右ね、はい。楽しい道だね、ここ。いいなこの用水路ともおさらばだ。おさらばだ。ねえ、楽しい道だったよね。ここもまっすぐなんですかね、なんか。え、結構山に、ここから入るんですね。はぁ、ドキドキ。そうだね。あ、すごい山の匂いする。嬉しい。わかるわかる。あの山菜を取りに行くときにこの匂いなんだよね。奥の方の。そう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 、強いんだよね、緑がね。嬉しい。このぐらいの時期でちょっと暑いなぐらい。そうそう。今本当ちょうどいいよね。お出かけもしやすいし。はーい、やったやばい、高さ制限あるよ。 3.8m だって。大丈夫だよねうん、そっかないんだ。え、待って待って、なんか細い。ちょっと待って怖いんだけど、急に来るから。おー急にトンネル現れて、こう、そっか、高さ制限トンネルのせいか、そういうことか、分かった。わあ、すごい。なんか、もう並木道になってるのかな。桜っぽいね。はい、行きます。お、これも電車なんかの窓があるよ。なんだろう、水路かね。はーい、やったー、ニチャリンもらったで、なんかちょっと、ね、うん、ちょっと急だった。すごいすごい、おーい、ザ山道って感じなんだけどあ、すごい、清水だって。なになに、湧き水あった、もしかしてねえ、ここからそういう感じ。さ、山道っていうあれですか。そうそうそう。じゃあちょっと気をつけるね。車で来た時はこの辺に猿いたもん。そう、猿いたえ、なになに、猿っていう話はしたよね、ここでね。思い出したよ、猿いたよ。そういえばバイク乗っててよかったなんかすごいダム、なんか赤いとても高い橋があったんですけど、なんだろう、川かな。
風が気持ちいい。なんか書いてあるね。まだまっすぐ。お、森林公園だって。見てなかった。うんとか言ってしれっとしてるからね。適当に変な。相づち言うときゃいかないみたいな。しないよな。あ、書いてあったよ、森林公園。おお。広そうだった。地図あったけど、すごいね。でも今回の目的地はこっちなんでしょ。うわー、毛虫でっかいのいた、びっくりした。めちゃでかかった。本当に今なんかマジででかかったんだけど、なんか動いてるなって思ったのね。一回よかった、本当素直に行かなくてよかった。危ない、危ないと思った。うわー、すごい。石、石。橋みたいになってるんだね。ガードレールの役割になってしまうな。うん、そうだよね、きっと。白いガードレールもあるけど、こう。こっち。ふっ。待って、もうちょっとゆっくり行こう。ここはめっちゃ、あ、でも普通に車通るね。崖よ、下、崖になってるわよ。崖だよ、そうそうそう。怖いわよ、私。怖い。だって本当にない。出かけりゃいいな。あ、うん、わかった。うん、歩いた方が早いみたいにはならないと思うから、そこは大丈夫だと思うけど。わ、すごいね。着くの？よかった。寝ちゃった、寝ちゃった、寝ちゃった。おお、すごーい。お山ー。それはあるよね、わかるよ。普通に来るとちょっとびっくりする。お、あ、通行止めだ。行けなくなってるね。行けなくなってるね。よいしょ。はい、終わったぜ。行けなくなってたぜ。通行止め、ね、いやでも本当ここまでは来れてよかったです。はい、ということでこんな感じでございました。すごい目で終わっちゃった。はい、またチャレンジしよう。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやってますか、概要欄の URL か第一チャンネルで検索フォローお待ちしております。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。